いております窓より、お用でお出しになりませんようご注意願います。このケーブルカーは最高勾配28度、野生駅より日枝駅までの高低差561メートルは日本一を誇ります。これよりケーブル日枝駅までの 1.3 キロメートルを約9分でご案内いたします。傾斜が急すぎるから。円山ケーブル線は大正14年12月に完成いたしました。雪原場は険しい山中の急斜面であり、また我が国初めての試みであったカーブ、曲線をつけた線路など当時の先端技術をもってしても非常に難しい工事であったと言われております。以来92年間円山ケーブルは多くの客様を比叡山へとお迎えしています。ここでケーブルカーの仕組みについてご説明いたします。このケーブルカーには直径 40mm の丈夫なケーブルロープが取り付けられています。これを山上にあるモーターと滑車で動かすことにより、このような急斜面でもケーブルカーは安全に上り下りできるようになっています。4センチ。また2両の車両は山上の滑車を通して1本のケーブルロープでつながっています。そのため上りと下りのケーブルカーは同時に発車し、同じ速度で進んでまいります。このような方式を井戸から水を汲むときに使う鶴瓶になぞらえて鶴瓶式といいます。まもなく軌道の中間地点である2号所にて下りケーブルカーとすれ違います。
ケーブル駅に到着いたします。車内転倒事故防止のため、扉が開きますまでは座席からお立ちにならないよう、またお立ちのお客様はお近くの手すりをお持ちください。停車しておりますので、お降りの際はお足元にお気を付けください。お忘れ物とございませんようご注意願います。本日は A さんケーブルをご利用いただきましてありがとうございました。泊まるまでお待ちください。540円、セーター540払うわ。右じゃない、わかんない。じゃあ左かな、出口だし。